はい、始まりました。始まりました。はい。ウェブラジオ。人生思考囲い。やっていきましょう。やっていきましょう。大丈、はい、司会は。司会は、そろそろティアキン地獄から解放されるかもと思い始めてきたアラバキと。えと、ー。映画「怪物」を見てきた中野と。えー、校後、ティアキン再開して、えっと、風の神殿をクリアしたピエリ・テズカが。はい。 やっていきましょう。やっていきましょう。よし。まだ誰一人、ティア金送りはしてない。うん、<laughs> いやー、もう、無限なのかも。そうですね。<laughs> 永遠じゃねえ無限だよということでね。そう。本当にね、結構ね、怖いって思いながらやった。<laughs> そうだね。うん、いや、最短でやっても、まあ100時間なのかなっていう気分がね、うん、そのプレイ時間。うん。うん そまあね。っていうね。そうですね。皆さんは、皆さんはどういうふうにティアキンと付き合っているのかってそうだね。うん。正解こんなんさ、付き合えないはずなのにさ、みんなティアキンをやってるじゃん、その。そうだね。 うん、そう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 。ど,どうすんの本当に。それ以外のさ、すべてを燃やし尽くしているのかな仕事と、ケ焼キ以外の。まあそうなんじゃないのうん。それが恐ろしい。そうだね。うん。ということでやっていきましょう。やっていきましょう。ええー、じゃあお便りを読みます。ええ四股名前、オリオンビールさん。 中野さん、荒垣さん、手塚さん、こんにちは。すっかり春めいてきて、良いお天気の昨今、いかがお過ごしでしょうか。えー、今回のお手紙です。先日、ツイッターでまたも、作家は経験したことしか書けないのかという議論が紛糾していました。なんだか定期的に話題になっている気がするので、みんなの関心が集まるテーマなのでしょうか。えー、経験したことしか書けないなんて意見はバカバカしいよなと思いつつ、ふと思い出したのが、えー、家族、ご飯、人はどこまで分かり合えるかという3つの描写は、作家の素顔がどうしても丸出しになるという意見です。これは一理あるのかなと感じます。 えー、例えば萩尾本先生がもし理解ある素敵なご両親のもとで育っていたら名作「イグアナの娘」は書けなかったんじゃないでしょうか、えー、伊佐山一先生は自身の主演に対して複雑な思いがあることがブログなど読んでいて伺えるのですが実際に「進撃の巨人」に登場する父親のキャラクターは見事にクソ野郎ばかりです漫画家に限らず映画監督のインタビューなど見ていても自身の家族との体験が作品ににじみ出ているクリエイターは多いですよね 食べ物の描写も普段から自炊をしていて食べることが好きな作家さんと食べることに興味がない作家さんは確かになんとなく描写でわかる気がしますまたこういう話題になると必ずと言っていいほどじゃあ田大一郎は海賊なんですかというコメントを見かけるのですが確かに小田先生は海賊じゃなくてもワンピースをかけていますしかし小田先生が人間や仲間といった存在を抱きすべきものとして心から憎悪しているような人間だったらワンピースはかけなかったかもしれません えー、もちろん、取材を重ねたり想像力を働かせればクリエイターに欠けないものだとないのでしょうが、えー、取り繕うのが難しい領域というものはあるのかもなと思います。なかなかと試験をすみません。人種の皆さんには改めて作家は経験したことしか書けないのかというテーマについて、もうちょっと深いところで語ってみてほしいです。また皆さんが作品を読んでいて、こういうところは取り繕えないな、作家の素顔が丸出しになるなと感じる描写などあれば教えてください。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。 なんかそうかもと思いつつ、うん、そうかっていう気もするっていう感じの第一印象って感じの話だな、うん、なんかうん、うん、なんかインタビューとかブログとかなんて本心かどうかなんて分かんないじゃんっていうのがそもそもあるしなんかまあまずねうん、うん、なんかじゃあ俺のことどう思います俺が家族のことどう思ってるか当ててみてくださいよみたいなことになるわけじゃんそんなもん <laughs> それに対するさ正解もさ俺が不正解もね、うん、分かんない、うん、そんなもん 手ら上ですよって感じだだけどまあねだからその、うん、例えば萩尾本先生が書けなか書けないと思いますとは思うけどさ、うん、まあ確かにそれは一理あるかもしれないけど、うん、書けなかったとして別の名作を書いてたのではというねその気がするんだよね、うん、そのその人の人格がちょっと違ったとしてさ人生が違ったとしても。うん、だからなんかその一概にさそのなんか。 なんかの経験がそのまあ確かにその変え難い経験はなんかそのいい作品につながることはすごいあるとは思うんだけど、うん、とはいえそのなんかそうだったらそれでその別の人生を歩んだら歩んだで別のそのまた名作を萩本先生が書いたんじゃないのという気もするし、うんうん、そのどうなんだろうなどこまでそのその話に乗ればいいのかなという気はする。その かけるものの内容っていうのは経験に即してるってことはまああるとは思いますけど、うん、その価値観とかはやっぱりね、うんうん、体験とか、うん、インタビューとか取材とかいろんなもので影響して作ってるものだと思うし勉強とかしてうんでもなんかそれがなんだろうなまあ家族ごはん人はどこまで分かり合えるかって結局家族の話っていうかその 生まれついての環境みたいなことでしょ多分身近だった環境その辺の経験が勉強せずとも書けることっていうかなんだろうでも経験してないことに関しては勉強しないとなんか経験した人にとって不自然な描写になるっていうのはまああるんだろううんうんそうだねうん 俺がテニスなんとういうか例えば食べ物の話をしても例えばその高級寿司屋に行ったら大体煮切り醤油を、うん、あ,のあらかじめ塗ってくれてるから醤油つけなくていいですけど、うん、普段んしょうつける寿司屋にしか行ってなかったら醤油さう油の皿を置いてしまうとか、うんうん、許せねえよ <laughs> <laughs> 今俺のことバカにしたかって気持ちになっちゃった <laughs> とかねっていうね、なんかそういうのが、普通は先に塗ってくれてるもんですよみたいなところのツッコミ拍子があるわけじゃないですか、お題っていう先生だって、本物の海賊から見たら、こんな海賊おかしいよって言われるかもしれないです。まあまあ、それはそうかもね、そう、てか、めちゃめちゃファンタジーに書いてるからね。で、おかしいって言われても、まあいいじゃないのっていうのは僕は思うんですけど、経験者から見て、まあ医療者でね、明らかに間違ってることとかをやるとね、あれや そうだねまあそれはリアリティラインとか突っ込みたくなる気分になるかどうかってことだよね、作品見て結構ね、うん、それそれぞれに。うん、う例えば、あの今の人たちが、その例えば90年代のなんか若者を描いた漫画をなんか、うん、あの今、20歳ぐらい人が描いてたとしたときに、僕らが見たらそらく不自然だと思うと思うんですよね。 どういういに使ってるかそういったものとかっていうのは、うん、その後から勉強した人とその時代を生きてきた人っていうのは、分かってる領域がかなり違ううん、うん、っていうあって、なんかその本当に経験した人からすると、なんかそのやっぱり後から勉強した人っていうのは、その持ってる情報量があまりにも少ないっていうのはあって、だ、うん、からそこを経験した人からすると、その 経験してない人の書いたその知ってる範囲での描写とか、うんうん、知らないところを自分の経験で埋めて書いてるものっていうのが不自然に見えるっていうのはどうしてもあるなっていう気がするので、まあなんかやっぱり経験してた方が書きやすいよっていうのはありますし、それは感情的なとこもそうだと思うんですよね。うんうん、本当に強い怒りを覚えた気持ちをなんか反映してるのか、想像したものなのかとか。で見て思う いいなっても例えば、そのスクワットとかしてるときになんか太ももに火がついたようなみたいな感じの描写するとか、そうやってた分自分がやってトレーニングしてるときの経験から来てるような描写かなっていう感じ、ねうん、するとか、なんかそういった自分が経験したもの、やっぱりそれが一番自分にとってその解像度が高い描写だから、そういうのを入れていったときに、描写一つ一つがなんか重くなっていくっていうのはどうしてもある話だなっていう気がしますね。 ところを知るっていうためには、なんか相応の、ね、取材なり、なんかその勉強しないと埋められないとななのでなんか、書くのが難しい、ただ書けないわけじゃないし、そもそも、なんかそれが不自然だったとしても別に書いてもいいっていうんですうんそうだね。なんかエロ漫画とかって、全然現実っぽかったらいいっていうわけじゃないですから。エロ漫画をさ、自分の実生活からさ、切り出してる人の方は、もうめちゃめちゃ少ないだろうという気がするしね、そもそも。うん 本当にエロいと思って書いてるのかこういうのがエロいんだろうって思って書いてるのかみたいなのも多分あるじゃないですか。まあそうだね。自分はあんまり好きじゃない、うん、例えばネトラでものが自分は別に好きじゃないけど、うん、流行ってそうだから書いてみたっていう人とうん、うん、本当にネトラが好きで好きたまらなくて書いてる人みたいなのがあるかもしれないうん、うん。まあかもしれないけどねなんかうん、うん、でも結局そういうのは外野が見てさ拙なさからさ、うん、連想ゲーム的にさ多分興味ないんだろうみたいなことを、うん。 言っとるだけっちゃだけけっっだなわででしょっしょきとてうほほぼほぼ想像するしかないですから,、ねね、だからなんか、うん、経験したことしか書けないかどうかっていうのは、まあ、自分の自己判断とかでしか確認作業ができなくて、うん、自分の実感として、まあ、経験したことじゃないと書きづらいなって思うし身に覚えがあることの方が書きやすいなって思いますよやっぱりその自分がものを書いたりするのはね。それは シンプルに別に漫画って話じゃなくて、なんだ、嘘の話するのって大変じゃないですかみたいなことっていうか、その、どこに行って何を楽しんできたんですみたいな話とかも、なんか、うん、うん、本当のこととか、本当に感じたこととかの方が書きやすいから、なんか、うん。だからまあ、そういう経験したことの方が書きやすいんだろうなという実感はあります、うん、少なくともね、俺は、うんうね。僕もなんか、僕ね、自分が書いてるキャラクターに関しては、基本的に自分の。 感じた気持ちがが反映されてることが多いですねろ、うん、んなパーツに小分けしていった結果やってるうんうん、うん。とはいえそのなんか舞台設定に関してはもうめちゃくちゃフィクションなことが多かったりするんですよね。だから人の感情のレベルで言うと自分がわかるものじゃないとなんか書けないというか想像で書くと筆が止まってしまうというのは、うんうん、なぜはなぜからないかそうだね確かに。どう動くのかみたいなさ、うん キャラがどう動くのかみたいなのはやっぱ自分の中からしか引き出せないまあそんなこともないか <laughs> そのんか友達をあのモデルしたりする人とかもいるかもしれないしねなんかそうやって自分が描けるものを広げていく作業っていうものも多分必要だなっていう気はしていて、うん、なんかそこは重なってる部分を自分で見つけて広げていったりとか取材をしたりとかっていうことだとは思うんですけどねきっと。うん 僕もやっぱ人から聞いた話とかっていうのが、その話の中に反映されてるときもあって、そういうときにこういうことを思ったのとか、こういう経験はこういう人をしてるんだなみたいなのはあるので、うん、なんか必ずしも経験したとは限らないんですけど、うんでまある程度自分にとって実感がある、分かると思うようなものとかにならないと、うん、なんかなかなか、あのなんすかね、失礼な手つきで触っちゃうかなっていう危惧もあるんですよ、ね、うん、なんかそういう。 うん、確信ななく書いいてて大丈夫なのかっていう不安がありますよね,ねそうですね。うん、書いてしまった時にそこに自分もんか強いそ,のそういうタイプの人に対して偏見あふれてしまうんじゃないかとかいうもの、うんね、とかもあったりするので、うんうん。確かに確かに。ちょっともう一個ねあの関連するかもしれないというお便りが来てるんで読みますけど、えー「人種子の皆さんこんにちは人種子ネ、ね、マ、まあ、匿名でお願いします。 第257回の「好きになれない恋愛展開」というテーマで語られていたことについていま一度掘り下げていただきたくお便りしましたその回ではとある作品で描かれた「男らしさを降りる」という概念について「しゃらくさいこういう風に見えてるんだなと思った」と歯切れが悪く語っていたのが印象的でした そのことについて後で話そうとおっしゃっていましたが中野さんと手塚さんが2人でどういう話をしたのか非常に気になってしまいましたしかし男らしさを理るということについてその何がしゃらくさいのかお三方や男性はおそらく言語化ができるのかと思いますがではなぜそれをテーマにした男性作家の作品はあまりないのでしょうか 女性自身が女性であることについて掘り下げた漫画はそれこそ24年組と呼ばれた世代からずっと描かれ続けてきた定番のテーマであり数多くの名作がありますよね、えー、例えば「この漫画がすごい」などでもここ数年は同様のテーマを使った作品が多くランクインしておりやっぱり女性の読者にとって関心が高い一シなんだなぁと痛感しました、えー、一方で男性自身が男性であること男らしさについて本当の意味で掘り下げた作品は女性のそれと比べて層が薄すぎるように思いますもちろん男性は男性として背負わされる抑圧や生きづらさもたくさんあるはずでそういうことこ 男性作家さんの手で漫画に昇華してほしいなと常々思っているのですがストレートな作品が生み出されづらいのはなぜなのでしょうかうん、うん、なかなか難しいテーマなのかもしれませんがうん、うん、この機会にお三方のご意見を伺ってみたいです、えー、また皆さんから見て男らしさというテーマや男性の感情をリアルに描いていると感じる漫画作品があればどうぞ教えてくださいよろしくお願いしますということでありがとうございますうんうん、うん、ありがとうございますまあまずなぜそういうテーマがさその、うん、なんだろう少なくてその女性のそういうテーマが、うん そ,のそういうテーマが多いのかっていう話をすると、うん、まあぶっちゃけで言うとそのその男性側がさ、うん、力を有してる側というかさ、うんうん、そういう塩梅が強い側だから、うん、そのなんだろうそういうことをそのテーマにすること自体にちょっとした暴力性を の伴うことがさ多かったりとかするなぁとも思ってさそういうところで、うん、そのみんな書きづらくしてるんじゃないかなとは思う。な,なるほどうん 君たち、その力を持ってる側がそういうアピールするんだみたいなさ、辛らいって言いづらいってことだよね、もっと辛い立場の人がいるのにっていう時に、辛いと言いづらいっていう考え方があると、君たちは虐げてる側だよねっていうさ自覚がまずあると思ってて、男性には。そういうところで、その欠かせないというか、欠けないというかね、そういう。 圧力があって、それがまあさっき言ってた男性にもそういうあれがあると思いますがっていうのがその一つだなと。う。うだから男らしさを降りてるなんか漫画のキャラクターって結構いっぱいいるんですよ。いろんな漫画にたくさんいて、ただそれは悪役として描かれてるっていう話なんです。そうなの僕は思ってて、例えば3月の第4で出てくるなんか、えっと、 三姉妹の方を捨てていた父親ってめちゃくちゃ男いの母さんが降りていると思うんですけどあんま全部から降りてるわけじゃないんですけどなんか父親として果たさなければいけない責任みたいなものを捨てていってるこんなに縛らなくても自分のやりたいように何かやった方がいいんだよっていう言葉に対してはすごくストレートに沿ってるけどあれは作中でも屈指の悪い人としてやかれてる、うん、その人の抱えている父親になるっていうことの重圧みたいなものに対するものはそれを感じる。 それを嫌だと逃げてしまう子供のというふうに書かれているっていうところが、なんか悲しい話だなと思って僕は見てる。うんなんか男らしさを降りるっていうのはさ、いわゆるゆ、うん、かっこ有害なっていう話なんじゃないの今、最近語られてるやつっていうのは。あ有害ややそう、有害,はなん、まあ、有害無害な。る、うん、か、うんうん、そうですよね。うん、で有害え例えばその、えーっと、どういうことですかね。 っていうことっていうのがうん有どうですかね有害をどういうふうに判断するかですけどね周りはその、うん、有害無害っていうのはその男らしさを引き受けるじゃないってじ、ね、うん、うん、だから僕は思う男らしさを引き受けるっていうのは自己犠牲と結構近いと思っていうなんかそう担わなければいけない役割っていうのをなんか引き受けるっていうことが、うんうんうん 本人とってあるべき姿っていうのが示されて、それを担わないっていうことていうのが、まるまるらしさっていうのは、つまりそういう規範が社会によって定められていて、それを押し付けられているというつらさていうことだから、女らしさも男らしさもそういううことですよねそだから、降りるっていうこと、例えば男っていうのは、弱いものを守るのが男らしさだっ言ったときに、弱いものを平気でるっていうのは、男らしさから降りてると思うんですよね。 それはその一方で、味方を変えれば有害な男らしさとも言われるということかもしれない。ていうのは、それは結構、見方が違うかなってか、本人苦しさかもしれないわけです、ね。周りに対して暴力を振るってしまうのが、その人から一楽になる。うんうん、で、その人はそうしなければ抑圧されていたっていう話だったりするから、だから結構、その、えっ、ー、と、男らしさから降りろっていう。 一方でそのあるロールモデルを押し付けられてるっていう結局降りられてないじゃないかっていう話、うんうん、別の男らしさを押し付けられてるって話になっちゃう,そうですねうん、いいことかなっていうのは思いますね。なので正、ね、か,から見た時に男らしさっていうのは何なのかっていうのが実はすれ違っているんじゃないかなっていうのは僕はちょっと思うところですなるほどなるほど。うん、まあなんか親らしさとか子供らしさとか、うん、いろんならしさはあると思うんだけど日本人らしさとか社会人らしさとか、うん、いろんないくらでもあって、うん、そういうものを をししけられていいるととう時点でちょっと息苦しさみたいなものはあるのかもなとは思うんですけど、うんうん、さっき荒巻さんが言ってたその男らしさが語られない理由みたいなもの男の方が、うん、そうは言うても社会的には女性よりも有利な立場というか恵まれてる立場にあるから、うん、あの辛いと言いづらいシンプルにその、うん、っていうのはまあ,あるだろうと思うし実際問題、うん、女性の方がそういうのを語り続けてきたのって女性は あの思い悩んできたからだと思うんですよねシンプルに男は思思い悩む必要がなかったったてことだとだうんですよそれはそういう社会的なあれがあったっていうのもそうだと思うし有利な立場だったから思い悩むに住んできた、うん、だったり、まあ、女性男性がさっき言ったよりその我慢っていうもの自己犠牲とか我慢っていうものが男らしさの規範としても根強いから余計に喋りづらいとか、まあ、いろんなものがあるなとは思っていて。そ,ねうん、それ なんかそういうのが多分つ、ね、そういうのがあるそういう土壌があるからだとは思うけどなんか前にツイッターで見たのはシンプルにそういう、えー、男性同士の連帯によって男性が生きづらさから逃れようとするみたいな感じの、うんえー、つまり女性のそういうここのお便りで書かれてるものの男性版みたいなものみたいな企画を編集部に出そうとしたけどあのなかなか通らないっていうような嘆きがね、うん、ツイッターで待ってきたことがあったんだけどその時にはなんかやっぱりそれを。 読読もうううとといいいい者がそんなにいなにいいか実際喜ばれないんじゃないかみたいな誰がこれを喜んで読むんだろうっていうようなところで結構ストップがかかってしまったっていうことをその方はおっしゃっていてそ、うん、それももうかもな俺はまあ来たら読みたいかなっていう気もするけど、まあ、読んでみようかなって思って読んでみるとは思うけどでもなんか。うん あのー、そんなにみんなが読みたいものなのかっていうと、そんなにみんな興味ないかもとかも同時にやっぱ思ってしまう、読みたいって思わないかもとかも思う。うんまあそうだね。そうですね。だ、うん、からでも、中川さんの1/1、まあの英語の世の意とか、結構男の生きづらさっていうのがあると思いますし、なんかそれもやっぱ苦しい話なんですよね、なんか。 なんかそこから降りようとするっていうことが非常に苦しい話になってしまうっていうことであったりだとか降りた先のいいロールモデルがあるのかどうかもよくわからないしねそのロールモデルに乗って得をする人もいるけど、うんそ,ね、そのロールモデルを選べない、うん、それを選ぶことって今より辛くなることでしかないって人とかもいたりとかうん、うん、なんか、うん、あのー、なかなか難しいよねやっぱなんかまあいろいろな 要因が重なってるかなとは思うね。うん。こういう話は。そうそうそう。それが出てこないことにては、ね。そう。単純に、そんなの何が面白いんだって言われたら、うん、その通りだなとも思うしさ。だから、そのさっき言ってたことの複合でさ、そのエンタメとして面白くないさっていうのがさ、うん、結構。 出来上がっっちゃってるかなという気がするんだよねどうしたらいいんだろうねなんかでも俺 BL とか読むと、うん、BL をこう並べていいのかどうか分かんないけどその面白さで言うと BL とか俺すごい面白いなと思って読んだりするんですよねで例えば「あのメタモロフォーズの縁側」っていう作品がありましたけどそれはまあ,あの BL じゃないんですけどそのなんだ BL 好きの女子高生と BL 好きの、えー、おばあちゃんが。 ひょんなことからその BL 友達みたいに知り合ってえ仲良くなっていくみたいな感じの話なんですけどそれは何だろうなその世代を超えたそういう斜めの人間関係との連帯というかそれによってそれぞれが生きづらさとかちょっと,ちょっとした生きづらさ生きづらさって言い方も大げさなのかもしれないけどなんかまあちょっとしたそれぞれの人生をうまく前に進むきっかけになるみたいな話なんですけどなんかこういうのもいいなと思ってじゃあこれ性別反転してかけるんかなとか。 その男子高校生のゆり漫画好きのオタクと、うんえー、おじさんがお,、まあ、おじいさんでもいいわおじいさんがゆり漫画読んでドキドキしていいもんだなって言ってで一緒にそれきっかけで仲良くなってゆり、うん、漫画描いてコミュニティア出ようぜってやる漫画って、うん、面白い気もするけどどうなんだとか <laughs> なんか誰がどこに届く誰向けの漫画なんだとかもわからないっちゃわからないって。 ってなななるるるととクジラックス先生に近くなるかなという気もするそうだよねそういうバランスにもなるし、うん、なんかそれを BL 的ななんか男同士のだから男同士の連帯とかみたいなものを BL 的な文脈でなら俺の中でも楽しめるって感覚があるんだけどそれ以外の文脈でなんか。 ななかかかねどうしたももんんって感じもあるんですよねどううなんだろう、うん、でも実写映画とかだったら結構ある気もするんだけどでもそれもやっぱり男らしさの継承とか、うん、疑似的な男父が息子に送るみたいな感じとかなんか、うん、なんだろうなそういう方になりそうとか思ったりして逆にさ、うん、今さ昨今昨今っていうか最近あの岡田作茂先生のさ「うん、アンマンっていう漫画はさ男らしさ っていいううものというかさ、うん、そういうなんか男らしさじゃないか今のなんかその社会に生きるそ,のなんかそういうロールモデルから降りられない人のなんか漫画を描いててそれはすごい面白かったんだけどやっぱ選択肢がなさですよね。うん、完全に、ね、そうそうそうだからこれってそのさどうすりゃいいの今みたいな感じになってい,、うん、いるのにちょっと一石を投じてるすごい面白い視点の漫画だなというかね。うん、うん 感じはするんだけども、うん、そのなんかまあこういうだこれもすごいその針の穴を通すようなさそのすごいプロットだなとも思うしこういうのを書けと言われればそうなのかもしれないけどでもこれ,これはそのめちゃめちゃ力があるからこそかけるというかねすごくやっぱ社会派にすごく寄っていてその、うん、いわゆるエンタメ的な漫画 ではないと思うんですよね。その、俺はそう面白いとは思うけど、ねうんうん、ヒットとか、うんうん、でっかい雑誌で連載してヒットに結びつくような流れに、うん、いけるのかどうかってよくわからない。なんか、まあ、漫画賞とか受賞して、それきっかけで話題になって、うん、ヒットしてとかっていう、うんね、そう映画になるとかってルートは、うん、まああるかもしれないけどっていう感じの戦い方の漫画になるじゃないですか。こういうテーマでこういう手つきでやると。なんか、うん。 逆にもう、最初から世界狙っていくかという感じのさ、うん、なんか、その、すごい、なんか、普通のアニメになってとか、ドラマになってとかとは違う、あの、うん、あれを目指していくしかない感じがあるというかね、その、うん、うん。ん結構、アンチマン、僕もちょっと、ちゃんとやめてるかどうかわかんないですけど、うんうん、他人のって書いてるなっていうのは、ちょっとって、え、今、なんて言いました 他作者とアンジュの。あ、分かります、分かります、分かります。わかります。客観的ですよね、すごく視点がね。主観的な。なんで、同じ立場にいる救われるとか、何かしら新しい視点が得られるかっていうと、難しいんじゃないかなっていう気がしましたね。こういう人がいるっていうのを客観的に見るっていう意味ではそうかもしれない。まあでもなんか まあ客観的は客観的ではあるけど、なんか、あれはあるとは思うけどね、そのなんか、なんかこういう人がい,いるけども、なんか、それをその断罪したいみたいな感じではないというか、そのさ、うん、なんか全体的にその、すべての人に平等にその辛さがあるように書いているなと思ったし、なんか、でもな、うんか。 そういう手つきで書かれてるっていうのもわかるんだけどでもなんか、うん、そのどこに寄り添って書きたいのかっていうのもよあの俺はよくわからないっていう自分が書くんだったらもっと主人公のモノローグとかを書いちゃったりとか、うん、なんだろうな、うん、あのなんだろう主人公に対してどう思わせたいっていう気持ちでこの漫画を描いてるのかこの主人公をどうプロデュースするつもりで書いてるのかっていうような感じに多分もっと俺は。うん 主観的に書いちゃうだろうなとか思ったり、そうだね。ん、なんか、ようなかか人たと、あ、すみませんちょっと手塚さん今日ね手塚さんの声がやや途切れ気味なんでちょっと俺たちに聞こえない時があるんですよね。すみませんもう一回お願いします。消えちゃった消えちゃった手塚さんが。あれ本当に消えちゃったじゃん。そうねまあでも戻ってくるでしょそのうち。 アンチマンはでも、うん、あのすごいなと思いましたけどねやっぱあのーうん、ある問題を書いてるなって思ったから、うん、そうだねうんまあそうだねやっぱりそのまあなんか直視し,しがたい人をテーマにさ、うん、直視しがたいものをテーマにするのがすごいうまい先生だからそうだね今回はこういうところをやっぱ、うん あれしたかかというかね、うん、で,もでもなんか分かんない、うん、俺が書くんだったらやっぱり俺ならではのノイズというか実感みたいなものが入って、うん、なんかあの主人公が結構やっぱ客観的な匿名匿名性があるなって思ったんですよね結構なんか。あー確かかにねそそのそうかも社会問題の中のこういう類型の一人っていう感じのその類型っぽさこそが客観的でなんかいいっちゃいいのかもしれないんだけど、うん、なんかうん。 キャラクター地味でさ、うん、作るとさ問題提起みたいなのが薄れるっていう話がま,あまずある,ん、ね、あるのかもしれない、ねうんだからまあそういう感じでそのつまりこういう人がいると思うんだけどみんなどう思うみたいな感じのことをするアングルを多分一番重視して書いてると思うんだよね。だったらドキュメンタリー

匿名性が強いキャラクターだなと思ったんですよね俺が描くんだったら多分俺の実感的なもうちょっと、うんえー、ノイズになるのかもしれないんだけどなんか、うん、固有のモノローグというかなんだろうなもうちょっとなんか主観的なものが入るだろうなって思っていて、うん、その客観性とか匿名性っぽいようなき、うん、あの書き方自体が問題提起。うん こういう社会にこういう図式でこういう問題があるよねっていうことを提起するためには有効に働いてるのかもしれないけどみたいな話を今、荒巻さんとね、うん、してた感じですね。そう,そ,うそ,うそうですね。うん、なんかやっぱ社会問題的なものを描く意味では成功してるけど、うん、なんかこうん、キャラクターの形描くっていう意味だと、うん、なんかちょっと突き止め線があるなっていう感じはしたかなって気がします、ね。うんうん、で、その後となんかその、えっ、ー、と、音、その、 そのお互いにするみたいなものっていうのがなってるみたいな話は結構。 やばいかもしれないですけど、手塚さんの声で。本当に大事なところがね、全部聞こえない、なんか穴埋めん始まったって感じになっちゃってね。ちょっと喋りたいことだったけど、文字、文字で打ってみてそんな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 、なんかスマホとか出しても無理ってことだもんね、だって。いや、スマホがやればいけるかもしれない本当ですか、なんか待っててもいいですよ、繋ぎ直すんだったら全然。どうせあと このズームミーティングの部屋、八分ぐらいで爆破されるんで、その。あでも今すぐ爆破してさ。今爆破して、繋ぎ直してもいいし。のあの。そうだね。試します今爆破して、そう、そこだけ繋ぐいきましょう。じゃあ、あのディスコの方で、話しかげてください。よくなって。スマホの方で、うん。スマホになればね、大丈夫なのかどうかも、俺には。 今、わかんないですけどね。うちの固定回線が今おかしいのかもしれない w i f i 自体が電波がねダメだったらもしかしたら ASAS のねそのルーター使ってるかもしんない俺みたいに Mac だから Mac に書き込みますって言ってねちのパソコンのやつを見てもなんかおかしかったなるほどやっぱスマホでねつなぎ直してもらいまっか一回試してみますかうん 爆破しますしましょう。でも、スケッパーでいいですよ。僕が勝手にやるので、お二人が話してくれる。了解です。じゃあ、穴埋めに最近食べたおいしいものの話でもしときますか。荒垣さんのとりでね。ああ、最近食べたおいしいものの話か。ファミリーマートか。ファミリーマートで、なんか、冷凍郎みたいなのがね、その、置いてあって。冷凍じ郎。そう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 。じろ系ラーメンってことそう、じ郎系ラーメンっていう感じのね。 それが結構なんかもやしとかを足して食べてみると、うんうん、結構そういうものを食べた感じになるというか、ね<ー>うん、やっぱその麺とスープがしっかりしてるなって次郎店次郎の言った気持ちの何割かは味わえるみたいなそうそうそう少なくちょっと量が少ないっていうあれはあるんだけど次、うんうん、郎ってやっぱり うわぁ、食わされたみたいな感じの圧倒的満足感。そうそ、ん、う。お前が食いに行ったんだ,んたんだ,んだけど、ね、そう、急に最後に被害者になるようなね、うん、その圧倒感がないから、うん、まあ、1.5倍ぐらいの量を、 でやったらいいのかな、ね、あーなあるほどねうん逆に3袋買って家族2人で食うみたいな、ね、<ー>分けるぐらいがちょうどいいかもしれない、ね。俺二郎食べたことないんだけど、うん、そういう人がお試し二郎のつもりで買って食べてみても OK って感じですかそれとも初手はやっぱ店行かなきゃだめですよ<ー>みたいな感じですかあーでもね店行った方がいいかなってやっぱりそのコスト面の問題でさ、うん、チャーシューとかがさやっぱりその、うん、まああるにはあるんだけど。うん まあすごい常識的なな範囲の量なんだよねねまあそそそううううでしょだからその二郎って結構その常識をその度外視し,したチャーシュー切り方とかするからさ、うん、そういうところでのそのあっ二郎ってこういうのなんだっていう形式を味わうっていうんだったらやっぱ店に行った方がいいかな、ね、なるほどなうんうん、なんかそのそのまんまスケールダウンしたって感じじゃない、うんっそ,そっかそっかうん、うん それが良かったかな。中野さんはどうですか。俺は最近その仙台の方に旅行に行ったから、そこで食べた海のものがうまかったですよ。その俺はやっぱ山の民だったから、そうだね。牡蠣とかウニとかはやっぱさ、新鮮なもんじゃないとわかんないからってことをやっぱずっと言われてきて、あ、鈴川さん帰ってきた。入れ替えができたかもしれない。お、お。声の質が変わりましたね。モバイル。そう。モバイル通信の方でね、あやってるかな家のインターネット。 なる男同士でケアするみたいな話っていうのがあんまねえなっていう話はかその,の中というよりはなんか現実世界で結構そうというか、うん、男同士で集まって,て例えばシェアハウスとかしてもあんまうまくいかないみたいな話があって男同士が互いに何かその、あのー 気を使いながらこう。共同生活をしていくっていうのが難しいみたいな。話っていうのはなんか？それはあるなっていう感じはします。わかります。なんかあの男性が生きづらさから救われるっていう。話の時にはだいたい女性が出てきて、女性に救われる話とか女性にケアしてもらえない。ガチみたいな。お叱りというか。 累計を指摘されてる感じがネットの中であってうん、うん、確かにと思って、うん、でそういう時に男性同士でもケアすべきなんじゃないの女性は結構そうですしてケアとかしてさ結構うまくやっとるんやからっていうのも、うん、さ確かにとか思いながらでもまあその、うん、やっぱホモソーシャルっていう感じのさ、うんうん、言葉とかもあったりするわけじゃないですか。だからそういうい なんかそういうところにさ全くってわけじゃないけど女性があんまり絡まずに新しい生き方を模索していくみたいなのは、うん、なんか最近だと高め先生とかね田上劇コロ先生とかが、うん、すごい嫌みなく書いてるなという、ねうん、感じをしてて、うんうん、それはやっぱりでももともと高め先生ってさエッチな漫画専門として書いていたから。うん 同性愛的なものとして書かれてるんですか今荒さんがまあまあまあそうですねまあでもエッチなことは描写はしないけどみたいなカップルとかでねその回くって感じカップルという側に寄り添って書いている曲だなとは思ってるけどそう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 でもやっぱりそういうのってそのんだろうタガメ先生ってもうさめちゃめちゃエッチなもの書いたから。 そのこういうものが書ける人なんだっていう読者に対するその認知だとかそういうところに期待をさ逆,に逆にしてないというか一般紙に来て、うん、そういうものを書いてほしいとは思ってないからこそ書ける優しい手触りなのかなという気もするというかさそのもうみんなの信頼あのみんなっていうかその読者と作者の信頼の末にその作り上げられるその結構稀有なものなのかなとか思ってるか。のの間の 期待と答えができてるてことだよね。だから結構これを普通にやるのは難しいのかなとはとも思う、うんいや。だから男性同士のねそういうケアとか友愛みたいなものとかを書いていくっていう時に、うん、本当にどうすればいいんだろうって感じなんだよな、うん、どうすればって普通に書きゃいいのかもしれないけど。 なんか目的があると結構やりやすいですよね。なんかこれに対してみんなで頑張って、部活ものとか、チームとかですよね。そういうところだといっぱい描かれるんですけど、いざなんか普通の生活ってなったときに、そういうのがあのあんまり描かれていないっていうのはもしかするとあるかもしれないですそうなんだよな。ドラマにならないって思われているのかもしれないな。うん。感覚としても。あとはですね、なんかその最近、ちょっと出版がうまないかもしれないですけど、その、 競争社会から、降降りりれれば男らしさが降りれるんじゃなんか、そこがちょっとなんか、その、ニュアンスが違うんじゃないかなっていうのが、僕が働いてる環境だと思ってて、なんか、その、男らしさから降りて、その競争、例えば出世競争とかっていうのってあんまないんですよ、うちの会社とか。 職とかなりしんどいしんどいことがたくさんあるくせに別に報われないからだからなぜ金職やってるかっていうとみんな責任感でやってるんですよねみんながやりたくないことをやろうと思ってなんかそういう不正的な父親的な目線でなんかみんなのために頑張ろうっていうの精神でやってるわけですよだからそれを降りるっていうのはんかむしろんかまあ確かに弟さんが降りてるんですけど競争が苦しいから降りてるわけじゃなくてんかそういうのを担う気がないからあの やりたがらないっていう話だから、そこはなんかね、降りるっていうことそのものは、なんか、ニュアンスが違うんじゃないか、競争するのを出席競争とかやめればいいんじゃないのみたいな話は全然、なんか、何を思ってみんながその、働いてるのかっていうことに対する、なんか、目線が狭いなっていう感じはしますね,なるほどね。 実家作者のの実感話だからなんかその、うん、なんか出世したいって言ってる人とかがなんかこういうふうにやってるんでしょうみたいなのもすごく雑な目線だなって僕は働きながら思ってるなるほど、うんうん、まあ男らしさの目線ってのい結構いろんな種類があるからねその1回ちょっとあの、うん、終わるんで聞きますねはいはーい,、うん、えいーというわけでね新しくまた部屋を建てるんでお待ちくださいなんですけど鈴鹿さんが 男らしさは自己犠牲的なっていうことを言ってたのもそういう実感があるって感じなのかもしれないですね。なんか。なるほどな。バチバチにバトルして蹴落としてそういうやっぱ男性イコールバトルみたいなね感じの世界観なのかもしれないですね。そういう出世競争的なのは。 は手塚さん、動画が映ってますよ。お、消えた。オーディオ。オーディオに接続しなかったようですね。いや、でも消えましたね。うん。大丈夫です。あの、まずいもの映ってなかったと思います。手が映って。手が映って。うん。僕のうちの。天井が多分。そう、天井と、あの、洗濯物干す、あのね。洗濯物、うちの部屋も。 いや机の上のにいいてくる。そううですす。よね。ありがとうございますなんか手塚さんが最初にその男らしさイコール自己犠牲的なっていうのを言ってたのも、はい、そういう責任感でやっとることみたいなところのイメージがはいはい、はい。そう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 。だ、うん、からみ、うん、それをなんかやめるってなった時にやっぱりその、うん、なんかなんですかね。 まあそういうのってやっぱ男さが下りてる、出世競争を諦めるっていうのは男さが下りてるんですけど、それは傷つき合うようなそういう競争社会で生きてるっていうわけじゃなくて、うん、みんながやってほしいことに応えていくっていうこととか、社会的責任というかね、そのうん、社会的ポジションをなんか、うん、嫌だけど、やらないといけないから頑張ってやるっていうことをやめちゃうっていうことと、イコールなんで、うんうん、嫌がられるんですよそ、それによって成り立ってる、回ってるわけだからね、だって。うん まあなんかその単純にこれはその男らしさ単純な男らしさではなくてさなんだろう社会のなんかあの責任を担う人らしさというかさそういうそう一種のなんかまあこれが別にその女性が担っていくことになったら女性がこの感じになっていくんだろうなというしないでもないけどねそう,いう,そうだねやりたくないけどそういうお鉢が回ってきてやらざるを得ねえんだっていうような。 だからそこを降りるっていうのはやっぱそういうことだなと思っててなんかみんなが喜んでるようことをやらなくなでもそれをなんかこういう言い方するんか脅してる風に聞こえるのがしれないなって気もするんですけどなんかだからそれがそのさ脅してる風に聞こえちゃうのがさまあなんかそのあれだよねその漫画が少ない理由というかさ被害者分だよとかさ脅してんのかよみたいなさ話になりがちだからさやっぱりその感触読んでる感触としてさその だかその男なしさっていうことっていうのがやっぱり喜ばれてるっていう現状があるっていうのがやっぱそういうなんかその苦しさの根本にあってでなんかそれをやってるから感謝するよっていう話でもなくやるべきだと思ったからやってるんですけどなんかそれをなんかそれをねなんかその。 そこに対するちゃんと見てくれてるなって予想なしに言われると、つくんですよおろかなやつらがやっとるけど、早く降りればいいようにみたいな感じに言われるう それはまあそうだなそそれはうだと思いますよ。どんなところらしさとかもね別に愚かなからやってるわけじゃないというかそん男らしさをね降りられないのはやっぱりんかそうやったとそれをやめた時に困る人が見えてるからとかそういうのとかんか他の人にやってる時にいろいろみんな苦しそうだったから自分がちょっと頑張ってちょっとでもマシにしようかと思って頑張ってる。 ところがあるんですけもそれでも僕はやっぱ苦しくは思ってるのでまあそれなしその気持ちの変装がネーマンもあなたの言う通りというかさあれも完全にそういうらしさを降りてさそのらしさを降りられたことによってもうめちゃめちゃ人生がめちゃめちゃになった人の話というかねそういうものを書いたりしてるからね見直なければいけないあの僕の書いたその漫画のやつなんですけどそれが あの母親っていう役割を降、あのー、りたことによって、子供を捨てて去っていくっていう母親像を書いてるんですよね。それはでも、それはそうしなければ自分の人生がおかしく、自分というものが壊れてしまいそうだったからっていうことっていうのを、なんかある種ポジティブな、うん。うんうん そうだね、て僕の気持ちがそういうところに反映されているところもあって、うん、なんかあの人も母親するっていうことは別に嫌じゃなかったんですよね嫌じゃなかったというか嬉しいこともたくさんあったわけですけど、うん、でもそれによってやっぱりその役割に自分が侵食されていくっていうことに対するクリスタルに耐えられなくなった、うんうん、だからなんかそのすべてその担うことそのものに対するなんかあの担いたいと思ってやっているっていうことそのものがすべてその呪いとして発生してんか 認識されてしまうみたいなみんなが喜んでくれるからこれをやるべきだで、自分も嬉しいと思っている、でもそれによって自分はこの立場から逃げることができないっていうこともそのものが苦しいんだよねっていう話をなんか書いてるっていうところがあって、だからそういうなんかその降りればいいっていう話じゃないんですよね。降りたときに起こりうるいろんなことを引き受けるんだよねっていうのが2つあるわけですよ。降りることのそ<う>、その降りることに対するデメリットを描かずに降りたらいいっていうのはすごく。 うん天気の子で天気の子で助けた後に東京を水没するまで書く必要があるみたいな話ですねじゃそうだね確かにこれからどうなるんでしょうかじゃなく書いたことに意義があるなとは思ったけどやっぱりり降りることにはそれにとって生じる自分自身の辛さもあるし周囲に対する辛さとかめちゃくちゃさみたいなものがあるからそういうものをちゃんと把握してるんですかっていう。 それを把握した上でも、お前が降りたことによって傷つく人たちがたくさんいるけど、それに対してお前の責任だよねっていうことを引きつけながら降りるんだよっていう話。そこに責任を感じる必要があるのかどうかもね、いろんなケースバイケースだし、個人のあれだと思うから責任を感じることそのものが降りられにくさ、やありそのクリスの根源でもある。感じなくていいんだよって言ったって、それで感じなくなるわけでもないしね、だって。見捨てろ、そんなものはっていうことのね。 うん、そ,うそうだね。あれ、残酷さというかね。うん、そうだね。はなんかそういう役割を担うっていうことを、みんなが喜ぶやることになったっていう人っていうのは、物語上は、悪役として描かれがちって言う。うん、っていうところもなんか同時に存在して、人に迷惑をかけるなっていうね。いい そう,だからそういうところがシャラくささって言ったのはそういう部分というか、なんか降りることに対するなんかそのデメリットというか、周りを降りることで周りが困ってしまうこととかっていうことに対する目線がないままに、降りりゃいいのになんで降りないのバカじゃないのみたいな感じに言われるときついいっていう感じですそういうコンセプトのシーンではあったからね、そのその放送内で言ったのはね、やっぱそういう男らしさみたいなものが本当は辛かった。うんうん 人が、うん、あの思い切ってて降りてみた呪いだったけど降りてみたら楽になれてよかったっていうような語り方をするけどっていうでもそんなにスマートに話が進むケースばっかりじゃないよなっていうことがそれはその錯覚だったならいいんだけどその男らしさっていうものを求められてるっていうのは実は錯覚でそれを手放したら結構人生がうまくいったっていうのは、まあ、それは確かにあるかもしれないけどマジで錯覚 うん、うん、錯覚ではないその妖精みたいなのが本当にあってみたいなね例えばその父親みたいなものでねその父親のあれを全然しなかった息子娘、うん、奥さんとかいろんなそういうねなんかそういうこととかもあったりしてそうだ,、まあ、だからこそ難しいよみんな。 らかねうん、それはなんか悪いよねっていうのと同時に、うん、でもつかったんだよねだから辛いところから逃げれてよかったねっていう目線もなんかその何パーセントかでも混じっている目線じゃないと、うん、だから逃げられないんだよねって話になっちゃうそうだよね,、うん、そ,うだよねそういう中でもなんか仕事とかだったらいや他に代わりはいるんだし別に。 自分自身の気持ちをちゃんと大事にしたい、うん、自分自身の心身の健康とかね気持ちってものを大事にするべきだよって言いたくなるし言うと思うけど俺もでもこれが、うん、あの結婚してて、うん、やっぱり、うん、やあの離れたいと思ってるっていう家族からっていうことだったら、うん、それは何だろうまあそれも究極的には話し合いとか本人のっていうことになるんだとは思うけど、うん、だんだん言いづらくなってくる、うん、フェーズがあるっていうか <laughs> そのうんねうん。 そすね。まあ、でも、仕事だからってね、お前が辞めたって、他の人が代わりにやるんだよっていうのはね。まあ、実際事実としてそうだと思うんですけど。まあ、一方でね、やっぱ、お前が休んでも、俺が代わりにやってやるって言ってくれる男らしさを出してくれないとやないや、ね。<笑><笑>それは、それを男らしさって枠に回収していいのかも、わかんないけどね。そう、<laughs> そう、そう。かかそれは社会を。社会。社社会の。会社の構造として、そういうケアをし合うっていうさ、組織運用の話だろっていうシステム。でも、やっぱ、まあ、男らしさ、女らしさじゃなくて、その、求められてる役割を。うん 担うどこまで果たすべきと強制力が発生してるかていうしだから社会構造みたいなものとセットですよね、本当にそういうそれで回ってる世の中なんだからっていうねだから明日から降りるっていうのはみんな自分が困らないときは平気で言いますけどそうじゃないときは怒るわけでしょ、みたいなことが確かに。 <で><ー>そういうふうにね、その誰誰かがその役割を果たさなかったとしても、許すっていう目線っていうのが、なんかそれがどれだけ自分が困ることをやったとしても、それがいいっていうふうに、社会が一定数になってくれば、うんうん、自然と降りられるようになるんじゃないかなって気がしますけど、ね、そうですね。例、うん、えば、まあ、あ辛いことを AI がかばかぶりしてくれるような社会になってくれたのならば。 そそそそう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 なんかまあもっと単純なとこで言ったら、うん、レジに座ってレジで、ねうん、やってくれるようにしようよとか別にそれでもいいじゃん。例えばまあそのね、うん、その休み取ってさ、うん、休み取ってまあその部署に人がいなかった場合その誰かがその男らしさをね <laughs> してその働いてくれるみたいなことがねあ<の>そもそもなくてあの人員がちゃんと足りてて。 そのなんか別に君だけが働くわけじゃないからねみたいな感じになってたら、うん、そのいや俺男らしさはっきり発揮してたかもなってへってなって、うん、その有給を取ってもいいかもしれないけど、誰が誰がババを引くかゲームに、ね、その回収されちゃうこというありますから、ね。世 <laughs> 塚,塚さんが会社を辞めやすい世の中にしないといけないってこと そうそうそうやめろやめろやめると困る人がいっぱいてるからやめないでもそんなこと言ってたらやめられないんだからそこは僕は役割になるかどうかって僕にとっては非常に重要なテーマであって軽々しく扱っとくかみんな軽々しく手塚さんにねやめろやめろって言いますけど悩んでんですよ手塚さんはまあ俺は言いますけどそう思ってくれてるっていうのはいいなと優しいなと思いますやめないなんてバカですよとは言って ちゃいけないってことだね。じゃあ、そうそうそう。それなりのギスがあってないから。あるんですよね。なんかまあ今ね、例えばそのね、なんかその大好きなゲームとかがその免停が終わらなくて遊べなかったりだとかですね。なんか障害を多くてできませんでしたってだけに怒らずに、なんか夜中ちゃんと寝てくださいって言えるんだ。夜中だったらみんな。 だと思いますよ手塚さん携帯が1時間2時間使えなかったとしてもそうだよね電気が1時間2時間使えなかったとしてもまあそういうこともあるよねみたいな世の中だからそんなに頑張らなくていいよって言えるんであればいいですけどそうじゃないよねっていうのがなんかやっぱりみんなが苦しんでる理由の一つになってるしでもそれをちゃんとやんないといけないっていうのを世の中だよねっていうのを分かってるからっていうところの間でねこう歯車が。 なんか逆向きに回ってる真ん中に挟まってギリギリギリってて締め付けられるまあでもそうだよね自分の実感とは別にそう,いうなるべきだっていうことはねあの両立することだと思いますけどねそれを目指すべきだという方針を言うの、まあこういうのが理想だよねっていうのはあ,る、うん、あってはよくてんかそこの部分がなんかどれぐらいのなんかどれぐらいのことを。 視野を広げて見ている上で言ってるのかね。いや、恐ろしいよ、本当に。そう、そう言われると、もう何も言えないが。しかも、だって、手塚さん以上に、あの、選択肢がないというか、俺がやらなかったら、インフラ止まるよとか。まあ、インフラうんじゃなくても、俺がやめたら、今ここで、俺がこの辛さから降りたら。一家が全員路頭に迷っちゃうんだよって人だって、絶対いるし、なか。そうだね。やっぱ、せざるを得ない。 いいいろんな理由でっててう人がいて、うん、だからそういう人がせざるを得なくないように、うん、心理的にも社会的にもサポートする動きがないと、ねうん、やっぱり単純に降りればいいじゃんっていう話ではないっていうことだよね。うんそう,そうですね。<も>まあでも,最もうその理想っていうのがないとさ、まあ、社会は絶対よくならないらら開き直るわけにはいかないんだけどねそ,<の>そこにしょうがないじゃんう、ね、そうそう。そう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 。 っていうのと降りれないっていうのはそのまあ両立するというかさ両立させなきゃいけないというかさ、うん、そのまあその今はできないような理想でもその言い続けるしかないっていうのはまあ確実にそうだと思うから、ねうん、そうそう,そう目指すべきとこがこうだっていうのを共有するのは全然いいそれは本当に必要なことだと思います、ねうん、だからそういう圧力がまずあるんだよねこの今の時代はさそういう、うん、理想とその現実があまりにもかみ合ってないから、うん、その 理想は言うけど、現実はこうでみたいな、まあでも少し、うん、少しずつよくはなってるとは思いますけどね、だからまあ、今の間感的には、なんかその、そういうふうに、できるだけその誰でも休めるようになるだとか、うん、なんか、よほどクリティカルなことじゃない限りは、なんかできるように、するようにみんな動こうとはしてるけど、みたいなところはあってじ、じりじり動きつつはあるので。 それはなんか世の中は良くなってるんじゃないかなっていう気がしますし、僕も今自分が自分の会社とかだとそういうふうにできるような体制作りから頑張ってやってろうとしてるんで、うんうん、なんかその何が良い悪いというか、僕は今その沈みの真ん中で今めちゃくちゃ苦しんではいますけど、うん、なんか <laughs> そうだね。うん、そうなんですよね。だからまあ、うん、そ,うそのさらくささっていうのはもっとなんか。うん あでもそ描あくまで描かれた描かれたのがその範囲のことだけは、ね、別に周りを考えてないと言いたいわけでもないし。うんうん 嬉しまあ、でも、なんかね。そういうものを自己、自己言及的に男性たちが、男性に向けてかわかんないけど。テーマとして書いていってもいいんじゃないですかっていうようなお手便りだと思うし。まあ、それは、そういう風になったらいいなと思いますよ。うん。そうですね。ほそういう物語を書こうとしてる。ところはあるので。僕が書きます。俺が書くと。そう、僕が書きます。十五とかな。そうですね。 結構ししましたね,、うん、そうですね俺は割と男らしさら降りるっていうか,なんかやっぱり俺はあのー、異性愛という女性との恋愛ごとに興味があるから友情友情より恋愛の方にすごく自分は興味があるなって基本的には思ってるからなんか、あのー、男らしさについてもなんか女性に対して俺はどういう男らしさというかどういうのが NG でアウトでセーフでみたいなこととかをモヤモヤ考える方が 興味があるかなって思ってて思ますねだから俺が男らしさを書いていくっていう感じにはどんどんはちょっとまだ言えないんだけど。うん折、うん、り方はい、うん、うちの,うちの、ね、インターネットが有線の回線がね完全止まっちゃったんですけど。あら うん、でも怒らない <laughs> かった。そう、怒らないんで、そういうこともあるよねっ、うん、そういうこともあるし、僕はその、ね、あのこと携帯の LTE の回線を使えばね、通信できるから、別にそれで問題ないですよってね、単純にやっぱりも物語の面白さとしてさ、ハンガンビーキみたいなところがさ、やっぱあの物語の原動力として駆動してることが多くて。うん あのー、やっぱり今の時代男性でそれを書こうとするとさそれ,それなしでさやらなきゃいけないなって思うとやっぱりちょっと普通にテクニック的に難しいかなという気もするねすごい。うん、もうちょっと後になればってことですかなんかん。もうちょっと後になればだけどやっぱり今だとあのそういう一つの,あの型とか武器みたいなものを。 ななないいいまま別の武器で戦きゃけどうなんだろうねんかそこをうまくケアできればそれこそケアできればいいっていう気もするんだけどそのつまり苦しんでる人はいしるのにすくい上げる方が違が難しい状況があるってことじゃないですかそういうんかテクニックがないとそうやってすくい上げられない人たちが多分んか悪い方向にいってると思うんですよねそうだね断絶が生まれてるなと思うしねそういう狭間の人たちがうん だから例えばそのだ男性なのに力を持ってないから利権握ってんだから文句言うなって言われてるけどでも男性の中でも別に全然格差っていうものがあってっていうか全然男らしさによって得してる男と得して損してる男がやっぱいてみたいなとかさそれもう本当確実にいるからねマジで確実にいるから。 それでもなんかその相対として見るとそ得してるからそういう面はしなきゃいけないっていう被害,者被害者ぶりやがってっていうふうにやっぱさそうそう,う、ね、なっちゃうからそれってすごく辛いよねってやっぱ思うから、うんうんうん、そうそうそうだから個々人にさ、うん、その目をなんだ向けるのって大変難しい大変なんだよね<の>本当に、うん、だ誰の話してんのっていう感じになっちゃうからさやっぱりうん っていう大きなあれでやるとやっぱりどうしても語る尺度が違う話をしてるから細かいとこまではね、うん、語れない話の話し方だとは思うから例えばもう本当にね普通にもうめちゃめちゃ秘きの話するとモテるモテないとかもさう、ね、まあ,あるだろうしさ生まれがその金持ってる家だった持ってない家だったとかもまあめちゃめちゃあるだろうしそういうでもさ そそれってそんなことでみたいな話にもつながるけどさそんなことこそなんかすごい重要なことでもあったりとかさ結構なんかしかもそ,それにさ共感しろっていうのも難しいよなと思うしねそのなんかそうだね、うん、そうそうそうモテないっていうことにさ気にしなきゃいいじゃんみたいな話とかにもなり なっちゃううとは思だからランチマンとかそういう虐げられてる男性虐げられてると思ってる男性そういう感覚を持ってる男性が女性に対して攻撃的になったりとかっていう方向にさ行っちゃうわけじゃないですかなんかそんなことしちゃダメだよって思うし実際そう言うけどでもねのそれでそのこの人のんかさ悲しみみたいなのがさ 解決できるかといったらさ、うんその、解決できないというか、うん、無視するしかないみたいな感じになっちゃうわけじゃん、そ,の、うん、そういうあなたの,その、なんだろう、日々の辛さみたいなのは無視して、それを言うしかないみたいな状況になるというかさ、うんうん、な,なんだろう、まあ、ある種そのさ、もう完全に向き合わないぞと決意することでさ、その断罪できるというかね、っていう向上はあるわけじゃないですか。 似たような状況であっても男性と女性だったらば同じ状況だったら女性の方がさらに苦しいはずなんだっていうような多分語り方とかもあってまあそれはそうなのかもなとかも思うんだけどあんまりそれに意味を感じないというかどっちが辛いか競争をしても意味があんまりない気がしてるからやっぱ辛いことは辛いわけじゃないですか実感としてね個人が。だからそういうものに対してもうまくケアしたりとか。 できるような作品とか考え方みたいなものがうまくあればいいのになーって思いながらなかなかね難しいなーと思うみんなで作っていくしかないってことだよねそうかもしれない普段の努力でみんなでこんなもんしちゃいますかまだいくらでも話せちゃう問題だと思うんで話しちゃうもんだからじゃあそんなとこではい、ありがとうございましたじゃあまた来週ということでお疲れ様ですチャンネルと高評価をよろしくお願いしますチャンネル登録よろしくお願いしますチャンネル登